プラチャージャーかスプラチャージャーコラボどっちの方が強いですか？個人的にはコラボの方が僕は好きだね。まあ味方にいて嬉しいのもあれかな、コラボの方かな。スプラチャージャーはスコープかスコープじゃないかの差の方がでかいと思ってるけどね。ぶっちゃけで言ったってさ、スコープじゃなくってもさ、射程がナンバーワンだからさ、そっからさらに射程伸ばさなくってもさ、別にいいんだよ。スプラチャージャーにおけるスコープかスコープじゃないかのこの差、この差ってね、めちゃくちゃでかくて、ハイドラに射程勝ちできるようになったりとか、クーゲレの局所にワンチャン捉えなくなったりとか、ちょっとの射程の差で有利になるか不利になるかのね、ラインがめっちゃ変わるんだよ。どちらかというとリッターの方はチャージキープできるメリットの方が上、スプラチャージャーはスコープの少しでも射程を伸ばすメリットの方が上っていう感じかな。まああとはこういう風に壁とかに隠れてさ、こうやって貯めてさ、敵いつ出てくるかな、いつ出てくるかな、無駄って言っちゃあれだけどさ、無駄じゃん。でもスプラチャージャーってさ、こうやってさ、こうやってさ、常にこうやってやってんじゃん。圧倒的な塗りの作用、これがね、結構相手にね、スプチャいるとき塗りきついなって思うときあるわ。